金沢競馬第10競争ですやっと会えたね7位来場記念新2 4組以下距離は1 4 0 0ル。栗毛馬限定の競争です本日は馬娘プリティダービーとのコラボで先ほどトークショーに出演されました高坂崎さん演じるゴールド7位の経路にちなみまして クリゲバ限定の競争が、この十レースで行われます。やっと会えたね。七位来場記念。九番イーゼロ収まって。十頭枠入り完了です。スタートしました。少し遅れた六番のハーモニーロータス。まずは先行争い五番のザガール行きます。内からは一番のプレストマジック二頭接点先行。 3番手、8番のカトリーヌ・ボヌール体半分、内側3番、誰も彼も5番手、9番、イーゼル1コーナー後ろは4番、フロンテイラと2番のブラストワンダー6番、ハーモニー・ロータス後方3投目後ろから2投目になったのが10番、ナムラ・ロロ離れていって7番、ナムラ・マカルー2コーナーカーブに差し掛かります2投が後ろを離して先行1番のプレストマジックと5番のザガーロ。 2コーナーから向正面開いた3番ティーカは固まりました2番,ブレス2番のブラストワンダー3番誰も彼も体半分外に8番のカトリーヌ・ボヌール先団の後ろ6番のハーモニー・ロータスと4番のフロンテーラ並んでいきますあとは少し遅れていって9番のイーゼル後方には10番ナムラ・ロロ1頭離れて7番のナムラ・バカル固まってきました先端、先団。 3コーナーカーブ1番のプレストマジック先頭内から2番のブラストワンダー迫っていく34コーナー中間5番のザガーロ3番手そして4番誰も彼もが4番手4頭固まって4コーナー後ろは4番フロンテイラ外に出していくのはハーモニーロを足す4コーナーから直線2百を切ります1番のプレストマジック先頭リードを広げた2番手は5番のザガーロその内から3番誰も彼も2番のブラストワンダー誰も彼もが2番手に上がってきて3番手争い接戦先頭はプレストマジックゴールン 1>, 1番のプレストマジック勝ちました2番手は3番誰も彼もそして3番手争いの圏内2番のブラストワンダー5番のザガーロ先行した5番のザガーロと内から足を伸ばした2番のブラストワンダーの3番手争いその後ろの圏内も広がって10番ナムラロロ4番のフロンテイラ6番のハーモニーロータスコンセン 勝ったのは1番のプレストマジック柴田プレストマジックが後続各馬広がって迫ってこようとしましたがこれを封じてゴール前振り切りました先着は1番のプレストマジック安城は柴田悠牧手2番手は最後混戦でしたが3番誰も彼も単独の2番手に押し上げて3番手の争いが接戦。 5番のザガーロ2番ブラストワンダーブラストワンダーザガーロ誰も彼も挟んで2頭が3着争い第10レースやっと会えたね7位来場記念確定まではもうしばらくお待ちください